ゲイコミュニティにおけるクマ系クレイグ・バーンズが1995年にベアコミュニティのために考案した旗でありバージニア州で商標登録を受けているその後クレイグはこの旗を中心に販売するベアーマニファクチャリング社を作り北米のベアクラブのイベントに自らを赴き販売していた2004年クレイグはダラスで行われたテキサスベアーラウンダップで メインイベントにてコメントした。ベアーマニュファクチャリング社は休止し、インターナショナルベアブラザーフットフラッグの衣装は、ベアコミュニティの繁栄と向上の目的の使用ならば、無償で使用を許可するという内容であった。以来、クレイグは、ベアコミュニティの表舞台に姿を現していない。ありがとうございます。